千葉県武者軍の一武者軍は、千葉県にあった軍。本来は武者と読み、江戸時代頃から武者という読み方が、慣用化したとされるが、明治13年の軍区町村一覧では、武者と訓じている。武者国像の領域を中心に編成された。第日本地名辞書、カ佐国では、されば山辺武者は、カ佐の管内とするも、地形は全く下嘘に入り、 暴走半島にかからずと知るべしとしているが、日本古代史地名時武者軍には、東軍が、カ佐国に組み込まれているのは、それなりの歴史的、地理的な理由があり、本拠とした、武者国造は、古事記、交渉天皇の段によると、武者神という姿勢を帯び、仙台旧事本義、国造本義に、ワニと同じく、 高昇天皇の光栄と称しており、東国の国の宮津湖で神というカバネを有志兄詞と、同祖と称するのは珍しいとある。また隣接する山部軍は、山和国の山部軍と無関係ではないともある。なお、千葉県の歴史、千葉と房総三国の名の由来は、数佐と下草の位置関係について、ここ周囲の天府命による開拓のことを載せ、 黒潮に乗って西国からの移住や開拓が、外房側から進められたためとする。万葉集巻20、先森歌には、東軍出身の武部山城の読んだ、よそにのみみてや、渡りらも、南馬かたくもいに見ゆる島ならなくにが載せられている。また、俗に本気、神語慶雲3連3月13日の上で、無写真を与えられた。 道の区国押下軍のカスカベオクマロラは、本来当たり軍に居住した一族で、エゾ政党に伴い移動したものと見られている。カスマ氏も武者国造と同じく、ワニ氏と同窓とされていることから当軍と無関係では、ない。平安時代、カズサスに任じられた、平高持が館を置き、高持の古領権は、当軍を本拠としておいであり婿子でもあるマサカドと、争った。 源の頼朝に呼応した千葉市により、下も木大が撃たれた際には、藤原新生が千葉僧を攻めるにあたって、当軍を通っている。和名類受賞に記される軍内の里。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、現在の行政区画ではむね以下の区域にあたる。 21、一るとうちょう22、ひなたむら23、おうとみむら24、なんごうむら25、みど村かいそん26、はすぬまむら27、うえさかいむら28、たいへいむら29、まつ村むら30、ぼくおかむら31、あさひむら32、だ33、二川村34、千代田村35豊岡村、ありがとうございます。